私について来られるかな。いいね、キュンとしたよ。いいだろ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。お似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラコ、美しさも女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。だって楽しかったな。飲みながら話そうぜ。
あれってアドリブかな？じゃない？あの人びっくりしてたもん。クラウド、すごいステージだったね。クラウド？クラウドさんですよね。やめてくれ。何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。お方がどんなご用で？え、その格好で戦う気か？さすがに。あんたはマダムマムとアニアンクーニャンの推薦状を持ってるの、入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう、入れ。オーディションの参加者だな。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。コルネオさんの屋敷へようこそ。高価なものだらけなんでお気をつけて。高価なものだらけなんでお気をつけて。マムの推薦か、かわいいな。お待ちしてました。おい、勝手に触るな。アニアの推薦か、ありだな。おとなしく部屋で待っててくださいね。部屋は奥だ、急げ。するような。ガスだ。え、一度出るぞ。くそ、クラウド。おらら、どうされました？体勢が潰れませんか？いけませんね。ステージまでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの？足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。え、やってるだろうが。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃ済まねえぞ。分かってる。しかし今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？あ、ティファ。
無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好？感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は3人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる？そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？よし、娘ども、ここに整列。はあ、うん、ああ、見た顔だな。あ、どっかで会ったか？まあいいか。よし、お前たち準備はいいか？行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。ほひー、うん、いいの、いいの。どの女子にしようかな。ほひー、ほひー、お前にしようかな。それともお前かな。
ほひー、決めた決めた。今日のお嫁ちゃんは、今日の努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ、ゲス野郎。おい、今の誰だ。お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわおい、拒む仕草がういの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃお前どっち、俺こっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸へカモン。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。よく見ると可愛いの。寄るな。これは進路線、たまらん。これは何だ。気にしない気にしない、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。コルネオ様、万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい。準備？それならいつでも。ティファ、どう？4人か。急いでクラウドを迎えに行こう。お前、闘技場の、何しやがる。エアリス捨てて。クメ野郎。待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してやる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。
急ぐんだ急ぐんだ。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつら行きゃしに来た。お前らは不合格だ。そこから狙える。私に任せて。そこ。おい、まだまだ。はあ、当てる。やっ止まらないから。どけ。じゃあ俺たちと遊ぼうぜ。教えてやれ。
おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。ほひっ。うん、あうん、男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、ああ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ。シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなのさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒュードガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。教えない。ほひーひー落ちた落ちた。進捗はどうだ。タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。七番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。Oh.
ひどい匂いだ。ティファ。クラウド。七番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな。うん。あ、いった。出番。Thank you.
習はあと。エアリス、クラウド、早く7番街へ行こう。ああ、もう最低。Yes.
よ。
受けてるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はコーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。あ、ティファ。やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街に着けるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。